青が水戸ホーリーホック、今日は東京ヴェルディ白のユニフォームです。前半45分がスタートしました。左エンドホームチーム水戸ホーリーホック、右エンドアウェーチーム東京ヴェルディです。水戸はここは自由にさせたくないですよね、はい、あ、わかりましたね。森田、森田先制、東京ヴェルディ森田、見事なシュートでしたね。そうですね、あとその前ですよね、入った瞬間にですよね、かわして、まあ、あの右サイドも空いてましたけど、ここまあ躊躇なく右足振り抜いて、まあ、このコースは川野、クレミーニョ、ここはレアンドロが間で受けた、引きつけて森田、クレミーニョ浮かせた、小池、これぞ東京ヴェルディ0対2。いやー、奈良さん、見事なパス交換でしたね。そうですね、まあ、スタートはまあ左サイドで、そのボレーも森田の落とし、クレビーニョの早速アシスト、小池の最後左足フィニッシュです。伊藤の選手を左サイドにこう集めておいて、アドバンテージ、山本、間、森田、うん、森田だ、ナイスキーパー、山田、こぼれて、ポスト、あ、ブロック入った、ポストですかね、はい、どうしてもね、右サイドバックのクレビーノ選手はね、守備のところでちょっとやっぱりまだね、お、早いもの来た、ヘッドポストだ、小川のヘッドポスト、七からのいいボールでしたけれども、ポスト、林門だ、東京ヴェルディ、ここも合いましたよね、小川選手、ここ間に入ってきて、まあ、奈良選手もうまくね、こう入ってはきてますけどね。花戸がセル、レアンドロも来る、黒川の落としから浅野、右空いてますよ、どうするか、まあ、小山、逆に小川、やばい、ボール、コーキー、こぼれた、福光が最後詰めました、小川のヘディングのこぼれ球、詰めたのは福光、水戸1点返しました。決めたかったと思いますけど、はい、まあ、これね、上福本選手もこれね、うまく、試合終了、東京ヴェルディ前半の2点のリードを最後までなんとか守りきりました。水戸は1点返しましたが、ただ